はい、どうぞ。どうも、私沢口雄二と申します。昨日選挙投票がありましたね。なかなか私惨敗でした。しかし私主張は通しましたけれども、やはりですね、私の主張というのはね、いくら正しいと思ってもですね、住民がもうなんかやっぱりですね、騙されているっていうか、ごまかされているっていうかね、やはり区長とか他の政治家がね、正しい、例えば中野サンプラザのね、建て替え計画ですね、これ全くおかしいんですね。中野の土地を勝手に民間に売って、民間の商売のために利用されているわけですね。中野のために良くないことが平気で行われている、これごまかしなんです。利権構造、本当にですね、ごまかし、嘘でたらめなんですね。このようなことがね、許されないと思って私は声を上げたんだけども、もう住民はもう区長が言ってることだから、政治家がもう前進んでるからってね、やはり、そんなこと言ったらですね、もう袋叩きにあったような感じですね。だから、正しいことっていうのはですね、やはり干されるんですね。なかなか真実を言ったつもりでもですね、社会はもう違うんですね。住民サイドではやはりテレビに影響されましてね、あと政治家にもごまかされる、行政にもごまかされるんですね。それが現代社会なんですよ。社会秩序なんですね。私の言ってることはですね、正しいと言っても少数少数なんですね。ですからなかなかすぐには受け入れないし、私それを錯覚しましたよ。いや非常に痛烈に、いやこれは社会っていうのはね、非常にね、やはり歪んでいるということが分かったわけですね。ワクチン問題も私は言いました。だからですね、その言ってはいけないことを私選挙に言ってしまったということなわけですね。この2つの政策を私は錯覚してたというか、いかに真実は語ってはいけないということです。選挙ではですよ、選挙ではいかに真実は語っていない、嘘を、ね、主張してはいけないということですね。私も間違っている場合があるかもしれませんけど、主張しちゃいけないんですね。少ないことを、少数意見というものを主張したら落ちるということがですね、まあ私も熱くなってね、抵抗したんだけども、選挙ではテレビの言ってること、政治家の言ってること、ごまかしが選挙なんですね。ね、もっと若い人たちでもね、ただ政党についてるからっていうね、組織があるところ、それお金がある、それが知名度が上げてくれる。毎日ね、街の中でも中野区でもベタ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 ポスターに年がら年中貼ってるわけですよ、名前とね、政党を書いて。だから黙ってても顔と名前を覚えるわけですよ。だから政党が強いんですね。組織っていうのは強いんですよ。まあ無所属であっても組織ね、推薦もらったりしてるわけですからね。やっぱりですね、選挙っていうのは魔物なんですね。ですから選挙っていうのはやはり組織、組織ですね、それと知名度、お金、これやはり世襲議員がだから強いんですよ。世襲議員、そして タレント議員も利用されて受かってしまうっていうね、そういうお粗末な戦いが日本の政治のありか体制なんですね。アメリカヨーロッパで笑ってますよね、日本のタレント議員、世襲議員が多いということで、お粗末な政治家が多いということが、もうヨーロッパアメリカでは常識になってるわけですね。日本って変だなってね。本当は政治家っていうのは尊敬されなきゃいけないんですけども、最も楽して受かるね、世襲議員とかね、タレントが200名を超えるわけですね。そんな国会議員がさ、日本のリーダーになってるわけですけども、まあそれに見こう習って、こう地方議員もそういう状態なんですね。だからこう組織作ってるところをやっぱり勝つんですね。私みたいに組織もなく少数意見を、ね、信じていってる人は、だから落ちちゃうって。だから、
まあ、正直者がバカを見る、こういう社会なんですね。正直、真実を語る人は干されるんですね。ですから皆さんね、よっぽどのことでないとこの日本社会は変わらないっていうことを俺身をもって感じましたね。分かっていてもですね、なかなかやっぱりね、悔しいから言っちゃったんだな私も。ぜひ皆さん、この社会はね、正直者がバカを見る、干されるということがはっきりしたわけなんですね。私もまあ遅まきながら勉強になりましたね。どうか皆さん、こんな社会ですけれどもね、諦めることなくですね、やはり真実を共有するということが求められますね。ぜひ皆さん、私の教訓を少しでも分かっていただければと思います。ありがとうございました。失礼いたします。こんにちは皆さん、中野区区民の皆さん、あなたは中野区の一員、中野区区民の一人であることを実感していますか？ここにおります沢口裕二はこの度中野区区議会議員選挙に立候補しました。よろしくお願いします。あなたも社会や政治、中野区に対する疑問や意見をここにおります沢口裕二に投げかけてください。あなたも職場や仕事、社会や生活、不安や不満、疑問や意見をここにおります沢口裕二に投げかけてください。